の歌手男女ボーカルトリオ88男性ボーカルデュオームの元メンバーであるビッグヒットミュージック所属882005年研修生としてビッグヒットエンターテイメントへ入所2007年ペクチャンや樹皮と共に男女ボーカルトリオ88のメンバーとしてデビュー2007年から2009年にかけて3枚のスタジオアルバム 2010年から2011年にかけて2枚のミニアルバムを発売した。2009年9月9日、初のソロシングルとなる3 0ミニッツアゴーをリリース。本作は、イム・ジョンヒトのデュエット曲で、ペック・ジオンの Like Being s h o t by A. バレット88の Without A Heart に続く、パンシヒョ曲作曲の三部作最終章である。同日に公開されたミュージックビデオには、 女優のソヌソンが出演。8月11日には、ミュージックバンクで同曲を初めてパフォーマンスした。2009年11月16日、テレビドラマ、天下無敵一平音の OST に、同名の楽曲で参加。2010年には、テレビドラマ、レディプレジデント大物の OST に、楽曲、ホワイメイクメくらいで参加した。オム2010年、午前2時のイチャンミンと共に、 コラボレーションデュオ、オムを結成。一へ音を起用したシングル、I was able to eat l をリリースしてデビューした。2014年にはミニアルバムを発売した。2011年2月15日、初のソロミニアルバム、You are the best of my life を発売。翌年1月2日には、初のソロフルアルバム、The Healing Echo を発売。 2012年10月8日より、兵役につき5週間の基礎訓練を受けた後に21ヶ月間を現役兵として勤務した。2013年1月9日から20日まで、韓国国立劇場で上演されたミリタリーミュージカルザ・プロミスに出演。本作は、休戦協定締結60周年を記念して、国防部と韓国ミュージカルシアター協会が、 共同制作した作品であった。俳優のチヒョヌ、キムムよる、チョンケウツ、スーパージュニアのイトク、スーパーノバのユナクなどと共演した。2014年12月21日、メンバーであるペクちゃんとジュヒが事務所との契約を満了したため、ハッチエイトは活動を休止した。2018年2月、メンバーであるイチャンミンが事務所との個人契約を満了して独立したため、 オムは解散した。2019年6月28日、BTS のアルバム、BTS World OST2 シングル、You Are Here で参加した。2021年2月7日、ハッチ8の楽曲、Without A Heart の10周年を記念して、パンシヒョクとワンダーキットが作曲した記念シングルを発表し、ハッチ8として6年ぶりにカムバックした。2021年3月、 ビッグヒットエンターテイメントとの契約を更新し、入社十四年目を記念して自身の YouTube チャンネルを開設した。web.archive.org 二千二十一年五月九日閲覧。一 entertain.naver.com 二千二十一年五月九日閲覧。リーフンツーエンターミーオンオクターバー八。sg.news.yahoo.com 2021年5月9日閲覧。88、S リーヒョンツーエンターザー,アーミーオンオークト、8インサイドコリアジュングデイリー。web.archive.org。2021年5月9日、閲覧。スター、スタディットアーミームシカル2、オーブンインジャニュアリー。english.chosun.com。2021年5月9日閲覧。スーパージュニア S。 リトックジヒョンウーパーティシペイトインアーミームシカル。アーカイブ、PH、2021年5月9日閲覧。2021年5月9日閲覧。AB、BTS リリース、BTS ワールド、サウンドトラックアルバムインクルーディングニュートラック、ハービー、リ y l i ビルボード、2021年5月9日閲覧。Entertain.navr.com e 2021年5月9日閲覧 6entertainment.naver.com2021 年5月9日閲覧 1entertainment.naver.com2021 年5月9日閲覧ありがとうございます。